我こそは真田幸村、徳川の方々、父へ参れ。幸村め、一人で出てきよったか。なんでおって奴を討ち取れ。敵は真田丸に詰め寄せ、ここまでは狙い通り。何としても平野口を守りきり、敵勢を押し返したその時が勝機。また行き止まりか。何だこの砦は。これぞ真田の戦ぶりよ。せめては止めるな。出丸など押し潰せ。この真田丸には父上の策が生きている。そのことをお見せしよう。隠し道を使うぞ。おお、急に幸村が出てきたぞ。攻め寄せるは増強ばかり。太平になれた徳川の将は戦の仕方をお忘れか。のれー、もう我慢できん。我らも行くぞ。開門。門前払いを倒せ。敵の隙を削ぐ。上田で二度までの徳川の大軍と対峙した際、父上はいささかも絶望しておられなかった。策に自信が終わりのためと思っていたが、今ならわかる。父上の覚悟だ。急げ。いい直高水産、父直政の名にかけて、この赤備えにかけて負けられぬ。お父上から聞いておられぬか。赤備えは真田の軍港、遅れは取らぬ。勝利を我が手に。あなたの意地を見たか。急げ。守らねばならぬものがある。そう思えば命など捨てられぬ。真田の戦ぶりよ。これぞ真田の戦ぶりよ。殲滅こそが大軍の利点だろうが。だが幸村、いかに策を労そうとこの数ではいくらも持つまいぞ。真田の意地を見たか。真田の意地を見たか。
ったり。という強さよ。これぞ真田の戦ぶりよ。宇宙武者をどうさらく雪村。隠し度に技法、おまけに隠し鉄砲か。雪村一人で迎え撃つなど大嘘ではないか。この真田丸こそ小賢しい真田の戦そのものよ。勝利を我が手に。家康公は橘隊の勝手にお怒りである。沙汰あるまで退屈せよ。立花さえ技法に惑わされるとはな。寄せ集めの君とはこんなものか。敵の勢いが強まる一方、銃眼の打ち手が危ういな。銃撃で時間を稼ぐのにも限界がある。勝利を我が手に。you
番の創建戦健在なるを見届けた。されどここは譲れぬ。そんなものか徳川は。鉄砲が怖ければ止めてやろう。そなたら着足には槍一本で十分よ。雪村様、我らの撤退のために面目ありませぬ。ご分を。わしが蹴りをつけてやらねばならんか。だけたい出るぞ。勝利を我が手に。解剖戦で大名どもは飛ぶ。側への宙を図られる。故に功は稼ぎたいが戦意は低い。雪村の策の真髄はそこよ。大名どもの神経を見極めての振る舞いこそが。とんだ食わせ者じゃ。じゃがない雪村、それでは貴様に勝利はないぞ。敵将、討ち取ったり。我こそが天下無双の強者なり。真田の戦ぶりよ。バカめ、いつまでも戦国の世が続くと思うか。真田の覚悟、世の流れなど我がりの立て方には何ら関わりのないことです。その折れぬ槍が何より気に入らん。真田の意地を見たか。政宗殿が退けられれば、あとは包囲は開けた。これより家康殿の首を狙う。良い武器は良い鉄、良い品が入っております。お目が高い。ご武運を。